春ジャイアントシリーズ最終戦です。大阪府立体育会館にたくさんのお客さんを集めて行われます。第4試合は30分一本勝負のシングルマッチ。現在場内にはスカルフォンクラッシュのテーマミュージックが非常に中低音で鳴り響いております。こちらがスカルフォンクラッシュです。全日マット初参戦のこのスカルフォンクラッシュ、ゆっくりとした足取りでこの大阪府立体育会館のリングに向かおうというところです。そのテーマミュージックに合わせるかのようにその巨体も相まって重低音の足音を響かせながらのリングインとなります。自らこのお客さんの拍手を要求してブルーのマットに向かってまいりました。全日マット初参戦、この独特のナチスタイルのスカルフォンクラッシュです。丁寧にシューズの底を拭いてリングの中に入ってまいりました。188cm、125kg の巨体です。さあ、そしてこのスカルフォンクラッシュを迎え撃ちますのは全日本プロレス切手の若手の有望格、大森隆夫であります。さあ、握力という面ではこちらも負けてはおりません。今大森の体を触ろうという熱心なファンもその手を振り切って、入場の際には思いっきり大きな声を上げて今リングに姿を現しました大森隆夫です。お待たせしました。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー265ポンドスカルフォンクラッシュ、初参戦ながら会場のファンの支持を徐々に得つつあります。スカルフォンクラッシュです。我がコーナー260ポンド大森隆夫、秋山とのコンビではアスナロ育成タッグリーグ戦優勝を勝ち取りました大森隆夫です。裁くレフリーは西永です。30分一本勝負のシングルマッチ、こちらスキンヘッドのスカルフォンクラッシュ、そして迎え撃ちます大森隆夫です。まずはクリーンにがっちりと握手を交わして、さあゴングが鳴りました。画面左側黒のショートタイツが大森隆夫、そして右側黒赤黄色、そのドイツの国旗の色をあしらいましたスカルフォンクラッシュです。中央まず組み合った大森、そしてスカルフォンクラッシュです。全日マット初参戦の画面右側スカルフォンクラッシュ、今ロープに押し込んで大森に返されてニュートラルコーナー、スカルフォンクラッシュが押し込んでいきます。クリーンに分かれました。さあ、この独特のパフォーマンス挨拶が各会場で思わぬ効果を発揮しましてファンのハートをつかみつつありますスカルフォンクラッシュです。大森がロープに飛ばしてドロップキック、のど元、まずは一発お見舞いしてまいりました大森隆夫です。鉄柵に振って、ああこのスカルフォンクラッシュの巨体がもんどり打って倒れました。本部席の前のあたりです。ともに188cmという体格の面ではほとんど五分の差の両雄です。今度は大森が振られた、勢い余って投げたこのスカルフォンクラッシュも体勢を崩しています。なおもこの倒れかかっている大森に対して攻撃を続けます。場外戦が繰り広げられております。大森隆夫対スカルフォンクラッシュのシングルマッチです。さあ、大森を強引にリングの中に戻したスカルフォンクラッシュ、さあ一発声を出した、抱え上げてブレンバスター、大きな弧を描いてまいりました。片指に丸めてカウントは2です。1月2日開幕戦の後楽園ホールで行われましたヘビー級バトルロイヤルでは、あの三沢光晴にエースクラッシャーを見せまして、三沢がフォールを奪われるきっかけを作っています。胸板のあたりにラリアット、その三沢がリングを去る瞬間にはあの後楽園ホールが大スカルコールに包まれたという話も聞いております。先日行われました1月23日ジャイアント馬場の還暦試合のこの興行でもこのスカルフォンクラッシュの人気、後楽園ホール都市部ではかなり定着してまいりました。この大阪のファンの前ではどういった反応が返ってくるんでありましょうか。立ち上がりはスカルフォンクラッシュが優勢に進めています。
ややクロスライン気味、村板のあたりにチョップを打っていきました。スカルフォンクラッシュです。一発技を出すごとに大きく見栄を切っていくんですが、やんやどうしてまだまだこの大阪のファン、このスカルフォンクラッシュに全てを委ねるという段階にはまだ来ておりません。フライングメイヤーからスリーパーホールド。1964年6月18日ニューヨーク出身の33歳です。90年にプロレスデビューを果たしました。プロレスのキャリアは9年目というこのスカルフォンクラッシュ。一方の大森もプロレスのキャリアは6年になります。ともにそのキャリアという面ではまだ中堅どころのこの両雄、ともに身長は188センチ、体重を見ますと大森が110キロ、スカルフォンクラッシュが125キロです。膝のあたり、足首のあたり、アキレス腱固めでもなく膝十字でもない、ちょっと変形の足の固め技に入っています、スカルフォンクラッシュです。サードロープをつかみました大森です。30分一本勝負のシングルマッチ、腕しぎ逆十字の体勢、しかし大森も必死にカバーに入っています。組んでいるその両手が離れますと逆十字ががっちり入るという体勢になります。おっと今手が切れつつあります。しかしロープにはこの辺りを大森すぐさま逃げることができるでしょう。新春ジャイアントシリーズ最終戦の大阪府立体育会館です。30分一本勝負のシングルマッチ、大森高尾対スカルフォンクラッシュ。立ち上がりまずスカルフォンクラッシュがペースを握ってグラウンドの攻防に持ってきています。大森をロープに飛ばして回転エビに丸めていった大森です。2カウント。スカルフォンクラッシュのそのスキンヘッド、汗が徐々に浮かび上がってきました。おっとスモールパッケージホールド、首固めに持っていった。カウントは2です。5分が経過しましたが、そのうちの4分がおそらくスカルフォンクラッシュが攻め続けています。ボディースラム、自らロープに飛んでヘッドバットを落としていった肩口のあたりでしょうか。3発目もう1回飛んでギロチンドロップ、喉元のあたりを大森が抑えています。カバーに入った。2で返します大森です。この大森は1月9日の鹿児島大会でウルフホークフィールドスミス組に敗れまして、アジアタックのベルトを失いました。しかし通算の防衛回数は12回、その記録は堂々たるものがあります。そして同じく秋山と組んだアスナロ育成タックリーグ戦では見事に最終戦田植え滋賀組を破りまして優勝を飾っています。さあセカンドロープに立っているスカルフォンクラッシュ、背中を向けている大森、おっとフライングラリアット、後頭部のあたり、ちょっと大森が劣勢に立たされている場面が多くなっています。体の厚みも増してまいりました大森高尾、入場の際には必ず大きな声を上げて自らをその精神状態を鼓舞しています。精神面での成長が大きな課題の大森、おっとフライングニールキック。そしてこの最近の大森は決め技としまして、このニールキックもそうなんですが、ニードロップを多用するようになっています。カウント 2.9 です。思いのほかこのニールキックが効いていました。さあその大森が今度は青コーナーセカンドロープ、トップロープに上がった。リングの中にはスカルフォンクラッシュ、ミサイルキック、コーナートップから華麗に飛んできました大森です。おっとカウントは 2.9。 どうしたんでしょうかスカルフォンクラッシュ、序盤から中盤にかけて一方的に攻め続けていたスカルフォンクラッシュではありますが、ちょっとこの大森の蹴り技2発が効いたんでしょうか。ニュートラルコーナー振り返したスカルフォンクラッシュ、帰ってくるところをストンピンからネック、おっとエースクラッシャー、ネックブリーカーかと思いきやエースクラッシャーを見せましたスカルフォンクラッシュ。さあ形勢逆転なるか。2カウントです。大森にはおそらくまだ余裕はあるでしょう。
しかしどこでその反撃の糸口を見出すんでありましょうか。大きく再敬礼しましたスカルフォンクラッシュ。リングの中では大森がまだ起き上がることができません。コーナートップに上がったスカルフォンクラッシュ、ラインを持ってくるんだ。エルボーは明らかに大森が読んでいました。さあもう一発もう二発と持っていって、フィニッシュはあのダイビングのニードロップを持ってくるんでありましょうか。大森高尾、アスナロ育成タックリーグ戦でもそのニードロップでことごとく対戦相手を沈めてきております。エルボースマッシュ、胸板のあたり、スカルフォンクラッシュの厚い胸板のあたりにエルボースマッシュを打っていきます。大森抱え上げて、おっとちょっと体勢は崩れた。スパインバスターの体勢に持っていこうという大森でありましたが、ちょっと体勢が崩れている。リングの中央抱え上げて、あーっとちょっとパワーボールの体勢は崩れているぞ。おっと危ないところ、際どいところ、大森のあのダイビングニードロップが見られるか。ボディースラム、さあコーナートップを狙っているぞ大森。今日はサポーターを外していない。ダイビングニードロップ、カバーに入った。モンクラッシュスリーカウント、フィニッシュに持っていくまでの技にはちょっと精彩を欠いた大森でありましたが、最後はダイビングのニードロップ。やはり今日の試合内容にはちょっと不満が残るんでしょうか。スリーカウントを聞いた大森はすぐさま控え室に向かっていきました。勝負タイムは8分42秒、10分足らずでこの全日マット初参戦のスカルフォンクラッシュを沈めました。最後は大森のダイビングニードロップ一発で決まっています。全日本プロレス中継サーティー、この試合の模様は大阪府立体育会館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。